皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。こちらの動画は私イマンから皆様への令和3年最後の動画でございます。今年もご視聴とそして温かく愛あるコメントを本当にありがとうございました。もう心から感謝いたしております。最後のテーマなんですけれども、こちらはリクエストがございました。KK 夫妻は帰国しますかというものです。帰国と申しましても、私がこのカードを引かせていただく際にカードに伝えさせていただいたことは、一時帰国などではなくて本当に引き上げてご帰国されますかということで聞いております。で、こちらが M 子さんの思念、こちらが KK さんの思念、そしてこちらはカードからのメッセージです。それではいつものように、緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。それでは始めさせていただきます。 M 子さんの思念です。ご帰国されますか。21番逆ですね。この思念、最初からため息なんですけれども、責任回避、もう責任回避です。これあとは自発性がもう喪失しておられます。何かご自分でなさろうとするそういうお気持ち、そういうのがもう喪失、そして喪失というかもともとないんじゃないかというような、まあ失礼ですけども、そんな感じがしております。もう責任は回避される。あとご自分が引き起こされたこの問題とか今の状況への無関心なんですよ。そんな思念です、これは。なのでその思念が帰国に対してはどのようにってなると、これはどちらかというと帰ってこられる感じはしないです。逃げておられる感じですので。次、今日は変わった引き方をしております。これをもっと分かりやすくするために、ちょっとぼやけるものですから分かりやすくするために1枚補強するような形で引いております。コンサレーションですね。これは慰めとか心の平安、もうこちらが M 子さんです。心の平安を求めているってなりますと、やはりもう逃げておられるっていう感じがすごく強いです。はい、次いきます。33番が逆。このカードはこれもなんだか失礼ですけども情けないカードです。精神性から離れて物質主義、もう物質主義ですね、もう頭の中は。で状況は実際のこの地に足のついた準備を求められている、それは分かっている、そんな感じです。でエネルギー的にはもうかなり堕落している、そんなカードなんです。頭の中はやはり生活のこと、お金のことでいっぱいなんじゃないでしょうか。その補強するカードをちょっと見てみますね。ちょっと驚きます。これマニーです。もうこれ補強でマニーが来ましたよ。これもう本当にお金とか富のことでもう頭がいっぱいですね。そのことばっかりになっておられるぐらいです。これが帰国をどう表すかっていうと、ちょっと今のところは物質主義になっているとことしか見えておりませんので、次見させてください。14番が逆。これも逆、みんな逆ですね。これはね、もう我慢、辛抱だっていう感じです。もう今は行動を起こしたり変化を開始したりするなと、もういかなる状況の変化も、まあ、好ましくないなと思っておられます。となるとですよ、我慢辛抱、何がしか我慢辛抱なさってるんですよね。でも今は行動を起こしたりということなので、これいかなる行動も起こさないと考えてよろしいかと思います。帰国のような大きなことは
なさらないと思います。この感じですとまだちょっと早いですけども決めるには。次、フレンドがいますね。味方とかサポートしてくれる人がニューヨークにいますね。なので我慢も辛抱もできるんですよね。ちょっと次々いきます。こちら2枚引いております。ビクトリーですね。これはービクトリー、このカードは感じられるのはこの人生の今まで皇族であったこの期間、皇族でというかお嫁に行かれる前のその期間と今まあ新しい人生の始まりっていうのが始まっているわけなんですけれども、この今の人生の全てに対して何か影響を及ぼすようなとっても大きな成功、そういうのがあるというカードなんです。ただこちらは思念ですので、そのように今思っておられるっていうことが現れてます。これは思念で聞いておりますので、はい、もう一枚見させていただきます。これ見てください、もう A lot of money です。これもうお金に補強するから もっとたくさんのお金ですよ。これこちらは困難な問題はお金が解決するって思ってます。もう全てもうお金で解決できるぐらいの感じですね。あとこれね、こことちょっと共通してますけれども、儲かるとか商売上のなんか利益になる旨味のあるチャンスがある、これはニューヨークにあるんですね。そんな感じです。なんかね、新しいビジネスのためのもう極めて良い見込み可能性がある。停滞している状況が誰か敬意を表すような人とともにポジティブに変化し始める、そんな思念ですね。あとね、このカードの意味なんですけども、なんか長年の念願であった何かを購入する、そんなちょっとことを意味するカードです、これは。あとね、活動計画とか大規模事業の現実化、そんなのも表します。そしてもう一つ、これ愛、恋愛の面で申し上げますと、こちらのカードというのは残念ながら相手にとってのご自分っていうのは愛よりもそのお金で引きつけられている、あなたのお金に引きつけられてますよっていうカードなんです。って感じですね。では最後にマルセイユタロット聞いてみます。節制、正位置で出てますね。これはもうね、今日バーッと伝わってくるのは、今ね、何かこちらやりくりしておられる感じがします。お金にはこれこんなのがあるから離れられないというか離れないんですけども、今はちょっとやりくりしてらっしゃるような感じもしますし、あとはこれね、救済とか援助のカードなんです。で救済者が現れるっていう、もうこちらの感じからそれもあるっていうのは分かるんですけれども、何かご自分も救済者になる、経済的支援をする、そんなカードでもあります。これはズバリ KK さんに対してだと思います。経済的にこう支援したいというような、もうご夫婦ですので支援という言葉はちょっと違いますけれども、そんなお気持ちでいつもある、それが現れていると思います。思念ですので、はい、では次は KK さん、 KK さんの思念を、はい、ご帰国されますか。あー怖い、これ22番正位置、これねちょっと M 子さんとは違って、これね、外の影響、外部からの影響というのはご自分にはもうコントロールできない、そして変化も起こせない、こんな感じなんですよ。ここにこういう人がいる、こんな、これが KK さんです。もうどうしようもないという、そしてそうだな、誰かが
情報とか知恵を使ってこの状況をもう支配している、そんな思念、これ思念というよりも思っているというよりももうそれが分かっていて頭にあって強く出てきているっていう感じですね。あとね、これね、悪意に満ちた目を向けるようにとか、心を虜にするように指示とか管理をしている誰かがいる、そのように指示してるんですよ。これはもう M 子さんのことだと思います。もう M 子さんに悪意に満ちた目を向けるようにとか、悪意にそれかとかというより それの場合かってことですね。2つあるんですよ。か心を虜に、こちらでしょうね、心を虜にするように指示している、そして管理もしている、ちゃんとしてますか的な、そういう人がいるっていうことですね。あとね、邪魔とか遅延も表しますし、失敗も表します。低いエネルギーとか、あとね、何か不合理なそういう元の影響によるご自分のダメージ、その元っていうのはどなたかですね。この支配している人のことだと思います。支配管理している人、不合理な感じがしているんですよね、KK さんは。あとね、今までこうポジティブに進展してきたことがこの KK さんにとってははっきりした理由もなく急停止する、なんか何もかも正しくいかない、正しくってどうかと思いますけれども、ご自分の思うようにいかないってことなんですよね、あれれっていう感じになる。でこれ思念ですので今なっているんだと思います。普通占いですとこのようになるかもしれませんという感じになるんですけど、これ思念ですので現在になっているのではないかなと思います。ちょっと補強するカードで見させていただきます。あ、オールドウーマン、これ前の動画でも申し上げましたが、この動画でね、このカードが出るたびに私これはM 子さんのおばあ様だと感じるんです。なのでこれやっぱりおばあ様の支配なんでしょうかね、このカードのもう外の影響は自分にはコントロールできず、もう何も変化もできないというような、誰かが情報とか知恵を使ってこの状況を支配している、もうこれこの方だと思います。現れてますね。やっぱ大きい存在なんでしょうね。だからこの思念にある。次見させていただきます。これ帰国に関しての思念なんですけれども、こんな状況ですということなんですよね。どちらでしょうねって感じですけども、36番が逆で出ました。これ逆で出るとあーって感じですね。もうね、外からの援助は期待できない、物質的にも精神的にも頼れない、他の人を信頼できない、支えてもらえないような環境で、この状況はもう自分で解決しなくてはいけないと思っている。そうするしかないんですよね。支配管理されているんですけれども、これは助けてはもらえないような厳しいことを言われてるんじゃないでしょうか、なんかそんな感じしますよ。ちょっと補強するカードで見させていただきます。あれ、またこれ、ヤングウォーマンですね。またですよこれ。なぜかこの方見るといつもこの若い女性が現れて、私はこれもう浮気カードだと思ってるんですけれども、素直な若い女性が出ますね。何でしょう、援助が期待できないとかそういう状況になるとこちらの方に気持ちがいっているってことなんでしょうかね。そんな感じがしますよ。本当いつも出ますね、本当に。次見させていただきます。31番が正位置で出ました。31番正位置、こちらは新しい始まりです。新鮮なスタート、こう古い影響力と条件付けをこう一掃する、もう除去する、こう持っていってここにポトリと焼却炉に入れているような、そんなカードなんですけれども、
ご自分の過去のその状況と決まったやり方、パターン化しているご自分のやり方みたいなものを手放すって思ってますね。帰国に関しての信念なんですけれども、ちょっともう一枚ラブ出ましたね。これ愛です。で、家族愛もありますし、こう恋愛もあります。これね、これなんか今日来るのは恋愛とかいうよりもなんかね、これお母さんに対してではないでしょうかね。なんかそんな感じがしますね。これお母さんに対する家族愛って感じがしますよ。母に対する愛みたいな感じがします。妙にこれが子供に見えるんですよ、私。ということはお母さんに対してかなっていうふうに感じますね。気になっておられるんでしょうね。次見ます。17番が逆、このカードか。これはね、時間をかけてもう真剣にじっくりと考えると思っておられます、何かに、こう決断できないようなこう優柔不断さ、これはこう自分の心のことともう関係しているんだっていうのをこう真剣にこう考えておられるような、あとね、このカードの意味なんですけども、目の前にいるこの彼が愛した、もう過去形なんですけども、このカードの場合過去が愛した、もう今では愛入れない相手に我慢しろとアドバイスされているっていう意味のあるカードなんです。なんかぴったりな、ぴったりというと失礼ですけど、そういう感じがしますね。なんか我慢しろとアドバイスされている、これは M 子さんにですね。そんな感じですね。あとね、そうだな、こうちょうど今の期間っていうのは、こうニューヨークのご結婚されてからでしょうね。もうね、なんか考え方がまず不一致、これ M 子さんと不一致ですね。そして自分はちょっとお荷物とか足手まとい、そんな期間だと思っておられる。そうですよね。弁護士試験のことがもし本当に受けられるとか、そういう状況であるのであれば、足手まといお荷物の期間ですよね、そのことなんでしょうかね。どうでしょうかね。受けられるとはなんか思わないんですけれども。ハウス出ましたね。このハウスは社会生活とか家族との約束、これどの家族を意味してるんでしょうかね。その約束なんですけれども、真剣さとか責任感っていうものを演じるんですよ。そんなカードなんです。主人の役をなんていうかな、演じる、もう真剣にやっているとか責任持ってやっているというふうに演じるという意味のあるカードなので、そうなんじゃないでしょうか。思念、今演じておられるんですよね。こう旦那さんですよっていう役割を演じている、そんな思念なんですよ。あとね、問題は重く受け止めてます。こうずしっとこう今の問題は、 M 子さんは逃げている感じがしました。でも KK さんは一応問題の重さは分かっている、そうですよね。あとね、このカード自体にとても緊急な人、もう何かもう緊急事態にあるような人ですよね。それもなんかわかる。なので思念はそういう、ああもう大変だっていうような感じになっている、なんかこちらのこういうなんかすごく圧力みたいなものも感じますし、そうなるんでしょうね。そう思います。ではちょっと最後にマルセイユタロットで見てみます。あ、正位置でルマットが出ている。これね、この方にぴったりですね。これね、本当に束縛を嫌うんですよ。束縛されたくない。それともう自由な身分、あとね、高望みもするんですよね。もう一つ、このカードの意味で金策の旅という意味もあるんですけれども、まあどちらかというと新しいもの、例えば新しい恋とか新しい友人とか新しい人間関係とか、
新しいものを求めて移行していくようなカードなんですよ。なのでなんかもう束縛されたくない、そんな思い本当強いです。自由です、自由になりたいのかもしれないですし、自由もうすでに自由な方、そんな感じですね。これはねちょっとご帰国されますかの思念っていうとちょっとわからないですけど、どちらかというとこの方の場合思念の中にもどうしようもないんだというそんな感じが現れている、自分の意思ではないというようなそんな感じですね。ちょっとカードに聞かせてください。カードに聞かせてもらいます。まずマルセイユタロットです。はい、あ、13が正位置。これなんか強く感じるのはこれ恋の終わりとか冷えた関係とか別れ絶交とかもうそんな感じがするんです。なのでなんかカードから感じられるのは少なくとも KK さん本当に冷めてると思います。M子さんはまだこのカードの中になんかこういうのが出ておりますのでこう並べてみると分かるんですけれども、なんか救おうとしているようなそんな感じもしますし、あれなんですけどこちらはもうなんかこれはまあ別にKK さんのカードではないですけれども、KK さんの方が強い感じがします。かといってご帰国、ちょっと次も見させていただきます。18番が逆で出てますね。これはねもう苦い期待外れと失敗ですよ。誤った判断しました。あとねまずい助言に従ってしまった、不成功、もう破滅的な状態ですね。精神的にも感情的にも破滅で、もうねなんかご自分自身のことも頼れない、まあ、それはお二方にとってなんでしょうけれどもなんかそんな感じ、期待外れだった、失敗だった、不成功だったっていう感じですね。ちょっとこちら3枚見させていただきます。はい、あ、エンカーハウスにリリーズ、これで分かりました、これで分かりました、はっきりしました。これご帰国はされないですね。これ重みでもう重量あるんですよ、どっしりと固定する、あと不変の意味、あとね安全とか無事っていう意味もありますので、これねこちらではないニューヨークにこうおられた方が安全だし無事だと思ってる、もうそれでもうそこにどっしりと固定、不変ですっていうことを伝えてますね。少なくとも今はご帰国されません、引き上げてくるってことはないです。それどころかなんですけど、これね、先ほどのちょっと待ってください、今 M 子さんのカードの中にありました、どれだったかな、なんかね購入、長年の念願である何かものの購入っていうこのカードあったんですけど、これ何か不動産じゃないですかね、ちょっとそんな感じしますね。不動産買うぐらいにして帰国しませんよ的なお答えをカードがしてくれてるんじゃないかなっていう、でこのリリーズですけど、これは時間を延ばすとか時間が必要とかそんな意味があるんです。なので少なくともこの今すぐ帰国するようなそんな感じのお答えではないです。むしろ帰国しないそんなカードですねこれ。あとは多くの我慢と分別がいる、損得をよく考えている、なので帰りたいか帰りたくないかとか、これちょっとねこんな関係であったとしても、まあ、これ一時的にかもしれませんよ、今また仲直りとかされるのか愛が戻るのかもしれませんが、こう冷えた関係であったとしても、KK さんは、主人を演じますし責任感のある、まあ、全然そんな風には見えないんですけどすみません、一応演じますし、あと
そうだな、まあこう家を買うぐらいにして、これどっしりといる。で、恵美子さんの何かすごく何かいいビジネスの、機会が来ている、そういうのを2人ともが期待しているような感じがありますので、これは、締めといたしましては帰国はされないと私は読ませていただきます。はい、それでは、今年のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいまして本当にどうもありがとうございました。今年もそして来年も私は皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。ありがとうございました。